武藤千春です。今日は長野県小諸市にある乙女湖公園というところにやってきました。かなり森なんですけれども、今日はここで、自伐型林業という林業のスタイルで活動をしている一般社団法人リバースラインクラブの皆さんが今後この森を管理していくということで、今日はその地鎮祭が行われます。私も地鎮祭に参加して、ちょっと普通の地鎮祭と違うらしくてですね、みんなで木に斧を入れて一本の木を倒していくっていう、そんなこともやらせていただけるみたいなので、今日は参加しながら、皆さんの活動についてもね、今後いろいろ学んでいきたいなと思ってるので、一緒に立ち会わせてもらいます。切っていって100年先まで残るようないい森にするっていうやり方の林業をやるので、今日切る木はそんなに大きな木ではないので、みんなで力を合わせて斧を入れて、その木のはこんなに強いんだっていうのをちょっと体感してもらって、一本を倒してみたいと思います。よろしくお願いします。は地鎮祭誠におめでとうございます。本日ですね、ご神前にて神様にお願いをさせていただきましたことは、まずは工事の安全で、並びにですね、これから作りますまず道路ですねが、今後自然災害とあったとしても決して揺るぐことのない固い道であります。手前でいいの、ちゃんと垂らしてます、はい、はい、じゃあ何回か入れますね。行きます。はい、みんなで。え、怖っ。普通に叩けばいいの。もう狙って。煽りか。OK?OK?オッケー。本当？うん。
うん。危ない。わあ。すげえ。一人でこれ。うん、え？うわ、来る。危ない危ない危ない。お、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 おお、すごい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 、うおおおおおおお、すげー、すごい響いてる、うおはい、小諸市役所農林課林務係の野崎くんです。もともと農林課のブランド振興課にいて一緒にやっていたんですけども、はい、林務課に今年から移られて、はい、どうですか、こういう若い世代がこうやって小諸市の森を管理していくっていうことに関して、はい、そうですね、すごくありがたいですね。小諸市の森もまあ、全国と同じように戦後大規模に植林されてきたんですけど、やっぱり森っていうものがなかなかこうお金にならなくなってきたっていう時代で、やっぱりこう手が入らなくなってきたっていうところがあるので、こういった若い方たちに関わっていただくっていうのはすごくありがたいですね。またね、自伐型林業っていうところも、はい、まあ、今後そういうのもどうですか、農林課林務課としては。そうですね、自伐型林業、こう新しい林業の形で全国的に注目されているんですけども、あまり小諸市ではなかなか例のない林業の形ですので、新しいこう形が入ってくるというのはすごくいいんじゃないかなと思います。じゃあディバースラインクラブの皆さんと、そして小諸市農林課の皆さんで、ぜひそうした新しい林業のスタイルも盛り上げていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ディバースラインクラブの龍瀬くんです。こんにちは、高橋龍瀬です。いよいよ、はい、始まりますね。始まります、山が、はい、どうですか、実際に小諸市の森を管理するのはここが初めて、はい、初めてですよね。初めてで、どうですか。いや、すごい嬉しいことで、やっぱみんながこう使う公園の近くだったりとか、こういう山がを僕らでこう制御させてもらって、もっと綺麗な山になればすごい嬉しいことなんです。すごいありがたいですね。嬉しい、楽しみです。地震災の思いでもかなり迫力ありましたね。普段チェーンソーですもんね。そうですね、うん、普段はね、チェーンソーでこうズバッと切ってしまいますけど、うん、あ、でもああやっていろんな人に林業っていうものを身近に感じてもらって、体験してもらってっていうのはすごいいい機会ですね。いい機会だと思います。今後この乙女湖公園はどんな森にしていきたいですか。うん、そうですね、やっぱり今人がこう入ってなくて、すごいこう育ちたい放題だったりとか、あんま管理されてないところが多いので、それをこう僕らがこう手を入れて、こうみんながこう入れる森だったりとか、こうみんなこう歩いてこう気持ちよくなれるような森にできればなとは思ってます。ぜひリバースラインクラブの皆さんがいいね、森づくりを今後時間をかけてしていくと思いますので、皆さんこの乙女湖公園ぜひ遊びにいらしてください。そして頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。